つも愛がないと生きられないというのも愛情こじけみたいにしていますから、夜中の2時ぐらい電話かかってくる、かかってくるねえ、もしもしって誰って言われて、江藤ですって言ったら、江藤先生、僕のクライアントですよ、今目の前に睡眠薬があります、死にます、さよなら、何なんじゃ、どこにいるの、もう来ないでください、家です、京都やね、京都の奥地、来ないでください、こんな電話してくれとか思うんですよじゃあ頑張ってくださいっていうわけにいかないし、慌てて行きましたよ、何時間、1時間ちょっと2万円かかって京都の奥地まで行ったら何て言われたと思う、あ、先生いつも I love you because you are you、 私はいつも味方っていう、なんか講座でも言ってたし本当かなと思って確認しようとかもうこういうコーナー行かへんかった、行かへんかったで、あのカウンセラー私を見捨てたとか死ぬって言ってもほっといたとか、またまたあのそういう子いいんだよ、もう死ぬいうことでアピールして構ってもらおうとする子、うん、そしたらまたそういうネット見て、そういうカウンセラーって思われるのは嫌だなとも思うし、もうでも嫌とも死ぬなら死んでくれと思うけどお前の人生なんだ、生きることも自由だろ、死ぬことも自由だろと思ってますけど、でもまああんまり枕を高くして寝ないから、もうちょっと待ってとか言って行くじゃん、行ったら来たって言われて、本当かどうか確認しようと思って、もう分かったからいい、じゃあって言われた、じゃあじゃあ言って帰りましたよ。で次の時よ、カウンセリングその子の役入ってたんで、やっぱりちょっと期待するじゃん、うん、ね、先生この間ありがとうございましたって言ったら、そしたら自分のカウンセリングがちょっと伸びて、前の人のこれなんで待たされるんですか、私伊藤先生この時間って言ったじゃないですか、え、この子2万円飛んだと思って、ああごめんね、本当に、なんかひどいわ、彼女面白い、自分が伸びたら待たしてって言うね、次のクライアント、自分も持たされるのは嫌、来てって言ったらすぐ来てくれた、当たり前、寂しいって言ってみんながかわいそうって言ってくれたら、もうさんに子供、だから最初はロジャースでそうかそうかって、僕もずっと可能性にかかってたけど、これはもうロジャースであかんと思って、論理用語きちっと言おうと、ビリーフを、やいなちゃんちょっといいかな、何、俺は死ぬって言ってさ、夜中2時ぐらい飛び出していって結構大変だったな、その後君に何か一言言ってくれるかなと思ったら、自分のくらい前の人が伸びたことすごく悔やみれたよね、でも君知ってる、自分が伸びた時は全然当たり前、君は多分子供なんだ、自分が寂しいって言ったら人が優しくしてくれて当たり前、自分が辛いって言ったら構ってくれて当たり前、自分が一番中心で、だから恋人も自分を中心に考えてくれて当たり前、親も自分の望んだような親であって当たり前、だからみんな君から離れていく、カウンセリングの一番君が来たのは友達がみんな離れていくってことだったよね、君らが落ち込んだらまず誰かに電話をする、夜中でも、そして老いたちを語って苦境を嘆く、そしていかにも不霊がある、不霊があったと思うのはそれは愛情の中毒患者だ、愛情こじきって言ってラブハンガーって言うんだ、子供と同じ、ママって言ったら来てくれたで、ママって言ってやってくれたら当たり前、そしてやってみながら、もうあなたなんか友達じゃないって言って離れていく、だからみんな君のもとから離れていく、ただ僕はカウンセラーだから離れるわけにいかない、君は来てくれて当たり前、知ってくれて当然、でも俺ありがとうごめんなさいじゃない、そういう人に対してはみんなやってもキリがないなと思って離れていくんじゃないかな、ただ僕はカウンセラーとして離れるわけにいかないから言っとく、君みたいに子供みたいに世界は自分を中心で自分の思った通り動いてくれて当たり前、そして親はこうあって当たり前、上司はこうあって当たり前、周りはこうあって当たり前、感謝もねぎらいもない人は結果的に関わってるとしんどいなと思って離れていく、ただ僕がカウンセラーとして離れるわけにいかないから、君みたいな人間と付き合ってると時間もお金も使うわけにも割には当然って顔されると、さすがに君の元から離れていった気持ちわからなくもないなと思って、それだけは知っておいた方がいい、そうやってそういう君に関わってくれるとしたら本当によっぽど精神が安定して優しい人だと思うよ、それに対して君はありがとうも何も言わなければ、君はエチケットを持たない、エチケットの語源はチケットだよ、君はありがとうとかごめんねとかこの間助かったんですって言ってくれたらまた君のために一肌も二肌も脱ごうと思うけど、君はして当然して当然、きっと君はお母さんを求めてるんだね、恋人も友達も、お母さんは
泣いたら来てくれて当たり前、一日そのお母さんにミルクもらったからって赤ちゃんがありがとうなんて言うから、それは親もしたいから。でも友達は君にいつもしたいわけじゃないし、周りの人は恋人は君にいつも全て中心にしたいわけじゃない。君はそのギブアンドテイクのチケットを持たないで無賃中傷するから、きっとみんな君のもとから離れていくんじゃないかな。彼女は泣きましたね。ひどい、ひどい先生、他のカウンセラーの先生はみんな大変で苦しいやつらに言ってくれたよ。でもいつかみんな離れていった。でも今日初めて江藤先生だけが本当のことを言ってくれた。こんな自分ってみんな嫌ですよねって知ってたんや。びっくり。嫌じゃないけど、君はさ、外の人はしてくれたら夫婦でもありがとう、一人立ちしたら親に対してもごめんね、お母さん。それがエチケットだ。カウンセラーであっても先生この間来てくださって本当にありがとうって言うから君のために頑張ろうと思うんじゃないかな。君は無賃乗車ばっかりやってると、そして君が言うのは愛だから、カウンセラーだから、親だから、そればっかりで責められるとみんな君の元から離れたくなると思うな。私も江藤先生この間来てもらってまさか来ると思ってなかったから、あの日の晩だけは本当にゆっくり私眠れたんです。そうなのか。だから本当に先生に来てくれて嬉しかったんです。それ言ってくれたら代わりに僕どれだけ気持ちよく帰れたかもしれない。そこが君はお母さんに期待してるんだ。僕は君のお母さんにはなれない。そう言ってくれたらまた君のために頑張ろう。君はギブをしない、ありがとう言わない、だからみんな君のもとから離れてんじゃないかな。この間そんな風に先生に会ってもらって嬉しかったな。先生こんな私でもこれからもうカウンセリングしてもらいたいんです。頑張りますか。おお、そう言ってもらったらこの間の2万円は今絵と飛んだな。先生本当に嬉しかったです。嬉しいな、なんか君からなんかもらったらいっぱい、もう一肌でも二肌でも脱いちゃおうかな。先生これからもよろしくお願いします。ないないちゃん、それがチケットだ。君の周りの人は恋人も親も夫婦も君の親にはなれない。だから大人になったらたとえ親しき中でも離別かんで、ありがとう、すいませんでした、この間お世話になりました、この間嬉しかったんです。そうやって君はチケットやるから君のために頑張ろうという人たちが、それが健全な触れ合いだ。やって当然して当然、親だから友達だから恋人だから、出会ってる人を僕はいつも感染してるけど結果的にうまくいかないよ。君は世界探したって親はいないんだ、もう大人なんだから。だったらしてもらったらありがとう、ごめんなさい、すいません。先生これからもよろしくお願いします。それからですよ。すごいの彼女顔って。あ、いいです、続けてあげてください。あ、もうそろそろ時間ですね。次の方おられるんでしょ。あ、もう先生ありがとうございます。何じゃ、最近変わってきたって言われないか。あ、先生のおかげですごくみんなに変わったって言われます。君足生えたね、大人として生きていけば。そんな君がギブするから、君は与えるから、君のためだったら取って取ってっていう人がいる。君は親だったらからトラウマです、重視だったらこうすべきでしょ。そういうべきべきにとらわれてるから、みんな君が鬱陶しい存在だって。たとえそういう人たちに対してもありがとう、ごめんね、そういうことが君大事だと思う。変わった変わった。皆さんどうですか、どっかで皆さんの中にあるべきねばならないで、そういうのを幼児性、子供って言います。甘えてませんか。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。心理カウンセラーの江藤です。いつもテンションの高いムービーの部分だけを切り取っちゃうんで、どうしても生徒さんと一緒にいる時の部分で、もしかしたら映像を見て、気づいた人がいるのかなと思います。人生ね、死ぬのも自由だっていうようなことを言いましたけども、僕はやっぱり生きててほしいと思います。ただ、
やっぱりね、僕の母親も自殺をしてるからカウンセラーになったんですけども、やっぱりネガティブなこと、マイナスなことやって注目を集めるよりも、自分が人に笑顔やありがとうやごめんね、親は、ね、したくてやったんで、ね、別にそれを俺を言う必要はなかったですけど、実は社会に出て大人になると自分のために手を出したい、助けてあげたい、あなたのためだったらそばにいたいと思うためには、まず自分がエチケットを持ってギブをしないと世界は変わらないということを知ってもらいたくて、今日はこの部分だけを映像を撮りました。これから YouTube で必ずおまけ映像を入れたいと思ってるんですが、ぜひとも皆さんもね、教室では本当にリアルな、本当に自分を変わっていく技術っていうのを学びます。僕はどうしてもね、 YouTube だとか映像だとやっぱり本当のものって伝わらない。やっぱり人は人によって人って変わっていくものだと思います。ぜひともですね、まだ機会があったら、直接教室の方にいらっしゃってください。登録は構いません。YouTuber として、登録人数が大事なんではなくて、僕はやっぱりリアルで本当に人に変わるためには人と関わらないといけないと思ってます。まだお待ちしてます。顔見に来てください。また教室でお会いしましょう。さよなら。